井戸川勝隆氏は、日本の元政治家。元福島県双葉町長。福島県双葉町出身。福島県立小高工業高等学校卒業。会社役員を経て、2005年、双葉町長に初当選。2009年、再選。2012年11月28日、東京電力福島第一原発事故で生じた、汚染土壌を搬入する。 放射性廃棄物中間貯蔵施設についての福島県と双葉郡八町村の会議に欠席した。この問題をめぐって町議会と対立12月20日町議会は町長不信任決議案を議員8人の全会一致で可決した。井戸川は12月26日に町議会を解散したが2013年1月23日に町長辞職を表明し、 2月12日に退任した。第23回参議院議員通常選挙に、緑の風から比例区で立候補するも、党が議席を獲得できなかったため落選。2014年10月26日党開票の福島県知事選挙に、被爆を最小限に抑える政策を掲げ、無所属で立候補。革命的共産主義者同盟全国委員会などが支持したしたが、 内堀正夫に敗れ落選。事故後の対応をめぐり県及び、町議会と対立し、最終的に辞職に追い込まれた。以降は、政府や福島県への批判を繰り返している。2012年1月の脱原発世界会議や、2013年5月28日、スイスの国際連合ジュネーブ事務局で開かれた、国連人権理事会の再度イ,イベントへの出席も、している。 第23回参議院議員通常選挙に立候補した際は選挙活動において震災の8日前に地震津波があることを政府や東京電力、東北電力や日本原年は分かっていたのに発表を止めたと発言した。2012年2月の報道に文部科学省の地震調査委員会が宮城・福島沖巨大地震と津波に関する注意喚起の 報告書を作成していたところ、震災8日前に開かれた電力会社3社との非公式の会合で要求を受け、報告書の修正に至ったことが情報公開請求で判明したというものがあり、発言はこの報道内容をベースにしている。また、事故後は毎日鼻血が出る、脱毛がある、慢性的疲労感などの症状を訴えている。2012年4月25日参議院の 憲法審査会に参考人として招致され、被災地域の代表として様々な意見を述べているが、出席した自由民主党の山谷エリコは、絶対安全だと主張していた国と東電に、被爆させられた結果、脱毛し、毎日鼻血が出ているが、医療機関に検査を拒否され、国の対策もない胸の井戸川の意見を引用し、当時の民主党政権下の首相、野田義彦に、双葉軍民は、 憲法上の国民ではないのかと対策を迫っている。また、漫画原作者のカリヤ・アキラが井戸川に取材し、ビッグコミックスピリッツ2014年5月19日号で、連載中の漫画、美味しんぼに、井戸川を直接登場させる形で上記の症状と、共に、福島では同じ症状の人が大勢いますよ。言わないだけです。福島県に人は住めないとの主張を引用し、 掲載した。漫画の描写に、環境省、石原信明が、風評被害を呼ぶとの懸念を示したが、井戸川は、実際、鼻血が出る人の話を多く聞いている。私自身、毎日鼻血が出て、特に朝がひどい。発言の撤回はありえない。なぜあの大臣が私の体について云々できるのかと、批判した。ありがとうございます。